清原氏。次男。4番も。3打数。無安打で。さよなら負け。次戦。向かっていく。プレーで。NPB。12球団。ジュニア。トーナメント。2017。サポーティッド。バイ。日能研が。札幌ドームで。開幕した。読売ジャイアンツ。ジュニアからは。元西武。巨人などで。プレーした。清原和博氏の。次男。勝地くんが。阪神。ジュニアとの。初戦で。4番、一塁で。出場。チームは7回。さよなら。負けを喫し。次戦の。活躍を。誓った。父と同じく。右投げ。右打ちの。勝地くんは、背番号6の、巨人の、ユニフォームで、登場。母、あきさんが、スタンドで、観戦する。グラウンドで、初回はライトフライ。4回には、1塁の、場面で、ショートゴロ。6回は、先頭で、打席へ。三塁側の応援席からは、巨人の応援歌、闘魂込めて、が流れる中、打席へ立ち、センターフライに終わった。28日のグループリーグ、2日目の次戦、準決勝進出へは、ヤクルト、ジュニア戦の勝利が絶対条件となる。勝地くんは相手が誰であろうと向かっていくプレーで勝ちたいですと力を込めた。